第3章演習1日目の夕方マラソンですね。ちょいとバイクを使う許可なんなら俺がサイドカーで送ってやってもいい。ちょっとかけたいな。こう言うと悪いけど、アッシュくんそのまま帰ってこなさそう。ギラついてる。内戦の時よりはマシになった。内戦の時知ってんの？私がこの子に会ったのも実はその時が初めて。ファフニールのヘッド、ファフニールっていう不良集団みたいな、別にそんな名前に意味もこだわりもないが、わかりやすく看板を掲げた方が野郎のテンションも上がる。アガット的なあれなのね。グレン隊、目的はあくまでも野党から町を守るため。へえへえ。何せよ内戦後にお役御免でさっさと解散した。そうなんだ。へえ。いわゆる黒歴史ってやつなんで忘れてやってくださいっす。ヤッシュ知れば知るほど好きになるね。私ギャップが好きだからな。ちょろいんだよな。グスタフそろそろ集まった気がする。何考え深いの。切なさと雄大さ。切なさと雄大さ。いいねこの二人仲いいの。よいしょ。創作意欲。うん、またそう。りーちゃんとかも興味津々で見てそう。人は人のね、作り方みたいなあるだろうし。へえ。ああ、そうなんだ。ああ、そうなんだ。へえ。地盤沈下だっけ？気をつけたいね。ああ。なるほどな。ね、私も思った。みんな日々成長している。それは相手がリン君だからさ。まさかこれで火薬を作れるようになったのでは。そんなことはないか。グスタフに、お、グスタフ終わったね。そう、あ、間違えた。こっちね。びっくりした。特にないのね。ま、見立ってや。見立ってや。気ぃつけてや。まあ、いいかな。あー、聞いて回ってんの？バリワールは気になる。好きというのはよくわからないけど。なるほどね。あのオープニングでさ、バリワールに乗ってられていないとね。まさか、まさか、いや、そんな。理由か、返答に困る。
理由がわからないのに納得される。だって世の中ほとんどがそんなもん。あー、なるほどなーね。でしょ。確かにそうだよね。レオローラもいや、いいな。私、あの二人のコンビ好きだな。ティータちゃんが、びっくりマーク。あ、これなんだ？あー、なるほど。なんかありそうでない。ティータちゃん行こう。お久しぶりです、サラさん。デートで会ったぶり。そうなんだ。なになになに？ドン、ピシャな感じですか？天使ですか？アガツさんたちとクロスベル経由で帝国に来た時に一度お会いした。ああ確かにそうだね、そうだね、ありそうだわ。リメールのもう一人の永久遊撃士と一緒に会った。これは知らねえの話ですよね。いや知らねえ、知らねえとサラの隣同士見たい。あ、めっちゃ見たい。めっちゃ見たい。私知らねえも好きだからさ、なんだろうね、結局私はかっこいいお姉さんが好きなんかもしれん。いやー、いやー、いいですね。両手に花ですね。アガットのやつが随分心配してたけど元気でやってるかと。はい。こうして考えるとギルドって本当に顔が広いですね。人脈の広さで言ったら大陸規模だろうし、まあね。何？超絶一目惚れですか？いや、ほんとティータちゃんはね、食べたいぐらい可愛いよね。天使だ。めっちゃ頬をあからめている。マジ惚れですか。愛らしさと痛いけさを残しつつ、少女としてまだ成長しつつあるしなやかでみずみずしい体つき、ミルクのような匂いのハニーブロンドとギャップ萌えでしかない工具と機械油。ねえ、ほんと、ティータマジ天使だわ。リベールから来たんだって？去年回った時に出会えていれば？ふえ？さすがのティータもふえ？いやー、激しく同意だわ。いや、ほんとにティータは可愛い。なんかあんちゃんオリビエ枠になってる。帝国に行ったらアンゼリカという男装のお姉さんにはくれぐれも気をつけるようにって。夜中。面白すぎるでしょ。半分くらいは冗談。半分は本気だった。面白い。ねえ、アホ毛がまた可愛いし、。私ね、ティータのね、失礼します。失礼します。任せてください。あのね、アガットか、はい、そのティータのお家で晩ご飯を食べに来るっていう話でスケジュール聞いてたのよ。で、その時に月末の金曜日だっけとかだったらいけるんじゃねえかみたいな話をアガットがして、それに対してね、まあティータはメモしてたんですけど、そのメモの言い方のメモメモがなんかね、本当に可愛くってちょっと真似できないんですけど、なんかメモ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 みたいな感じで言ってて、
マジ尊い。もうマジで可愛いって言った。本当に食べたい。シーフードカレーか、いいね。全員ありだな。キリッ。あー、なんか急にテンション上げてめっちゃ疲れちゃった。カメラって美味しいんじゃない？あ、出汁になりそう。共感もお好きですね。カメノテ全然手に入ってないじゃん。カメノテはそっか、海のあれじゃないとダメなのかな。また今日は何をお召し上がりで？あ、なんか結構釣ってるようなイメージだったけど、あんまないね。グリーンガロナそんなにある？待って、所持数すごいね、風紀。またのお越しを。グリーンじゃない、アビスワームのあれで、あれなんかな、あれがあれであれなんですけど。で、ランディ、この人脈。ひょっとしてお知り合いでした？8年ぶり。あ、そっかそっか、両兵系か。なるほどな。最後に戦場に出くわしたのは16歳の時。ランディが16歳ってなかなかあれやね。なかなか若手にとっちゃカリスマだった。はあ。若き尻神刀身の息子、君も段を抜けてクロスベルに腰を落ち着けたみたいでよかった。そうね。ね、私も最初すっごいびっくりした。だって全然知らなかったもん。そうだね、気をつけよう。ね、ほんとそれだわ。可愛らしい顔して人食いドラも顔負け。それはそれで好み。さすがすぎん。さすがすぎんですか。さて、じゃあもうこれで全員見たかなと。あれ、ん、ああ、いたんだ。ごめんごめん。TMP のアービング調査といえば、内戦で西部の正規軍の立て直しに大いに貢献した。へえ、なるほどな。いや、もっと聞かせてよ。だって全然自分のこと喋らないんだもん。はいはい。はーい。ん？なんだ？先ほどの相談？相談したの？なんか個人的にはあまり賛成ではないが、調べる意義があることは否定しない。君自身の判断で決めたまえ。ただし生徒に影響を与えないように。何の話ですか？何の話なんですかね。なるほどね。もうやだ、わかんないよ。二人はアンゼリカ先輩のバイクでカイトに向かう。え、行こうよ。うん、私もう完全にその気満々だったんだけど。だって送る、見送、あ、見送るってそういうことか。入り口までっていう意味だったんだ。何、いや、その
個人的な野暮用が残っている。ああ、なるほどね、今の話。え？いや、はい。え？はい。いや、サラのあれは、その、なんだろう、意地悪的なふーんだと思うけど、私は、本当もう分かってるみたいな。なんて言えばいいんですか。はあ、楽しいです。はい、じゃあ一旦セーブしましょうか。よし、セーブしました。いい感じに並んでますね。じゃあサラ隣に乗せたい。トア先輩も来る？来ないか。ラクエルに行ってその何とかするんじゃないから、きっとリンクはリンクなりに何かあるから。かわいいお尻がこんな水臭い大人になっちゃうなんて。え。君のことを見通し。夜のラクエルに一人でしゃれ込むつもり。それはそれはほ、え、本当なの？まさかリン君そういうお店にも行くつもりじゃん。ちょっと赤をほっぺたを絡めているソア先輩。違いますって、一応ミハイル少佐にも許可をもらってる。あ、本当に行くけど情報収集のためっていうことか。なるほど。要するに両兵の調査の続きと。勝手に一人で決めて、そういうところは成長しないわね。どうして私たちを頼ってくれないんだいと来ました。ああいった歓楽街には君により慣れてる自信がある。ほう、連れて行かない理由はない。遊撃地の仕事で何度か訪れてる街だし、夜のスポット巡りについてもそこそこ役に立てる。なるほど。第一、二人がいた方が絶対いいって、後の処理とか。あー、なんかめっちゃ嬉しい。久々に会えたのよ。少しは力にならせなさい。はあ、嬉しみが深い。楽しみ。いやー、なんかちょっと面白いことが始まろうとしておりますね。おっと、まあそうなるよね。あー、はい、懐かしい。いやだってね、なんかノルド、ちょっと待って。さあ出発だ。了解了解。めっちゃやる気ももである。どっち行くんだっけ。右ね。あれはマイル、あんちゃん。さあ飛ばしていこうか。飛ばしていこうか。めっちゃかっこいい。、ね、見て見て、めっちゃかっこいい。あ、そうこうしているうちに日没。私、え、こっちじゃないの？また間違えた？え？こっちじゃないの？まあ、未だに私よく覚えてないわ。かなりノリできている。かっこいいな、あんちゃん。なんで覚えられないんだろうな。あと、何ですか。わーい。あ、そういえばメニュー画面とか見てなかった、全然。立ちふさがる。さあ、かかったかい。さも当たり前のように。
リンク使うの久しぶりだな。一応ね、その演習っていうことでなるべくリンクも使わずに来たんですけど、これか、新しく覚えたやつ。狭っ。うなれ、うーん、螺旋撃。うえー、行くよ。レイザーバレット、ゼロインパクト、ドラゴンブースト、一緒かな。はぁはっ。おぉ、任せなさい。懐かしいな、任せなさい。ナルガミ絶好戦火、電光石火から絶好戦火になっている。自然一戦吸引だよね、これね。雷神光、はぁ、これはお化けよ。今よ。忘れてた、リンク強かったね。いやー、なるべくリンクであれしたいよな。待てよ、こうするか。じゃあ、はぁ、行くぞ。うん、こっちでいっか。あ、今だ、ここだ、私の番ね。行きます。大丈夫かな、はい、よっしゃ。よ、サラ君か、やりましたね。君もすっかり一人前ね。良きかな、良きかな。いっちゃがりっと、我が拳とバイクの前に立ちはだかったのが運の尽きってね。強国で鍛え直してきた。おお、本場で武術の師匠を最後に訪ねた。大陸中のギルドが大忙しい。よしよしも今忙しくしてるのか。一番厳しい帝国も助っ人が来たし、去年フィーがギルド入りしてくれるのがかなり助かってると。いやー、知らねえ。最年少での声優劇士の資格の取得、本当に頑張ったみたいですね。私の教え方が良かったかしら、なんてね。あの子が遊撃士になったかと思えば、今度は君が教官になるなんてね。君たちがいつか私を超えていく日が楽しみ。ちょっと止まってますね。大丈夫かな。引き続き撮ろうか。実際黒の工房の関係者として君たちの前に現れたそうだけど、一応止めとくかな。そんなに似ているの。わかりません。ただそれだけはありえない。もういや、だってさ、私ジークフリードのさ、プレイオープニングでイラスト見た瞬間、えって思ったもん。まっ、そのなんだろう、なんかいろいろ見ちゃってるからおって思ったんかもしれんけど、あ、そう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 。でね、私ね、ちょっと考えたんだけど、あれもそうじゃん、フィーのお父さん、育ての親の人、なんていう名前だったっけ。団長さんもだし、まあクロウもだし、あとね、一人ね、オズボンさんがいるじゃん。オズボンさんも、撃たれて、亡くなった。亡骸がどうとかって言ってたから、多分亡くなってたんだろうね。でも生きてるじゃん。で、その、みんなの共通点なんだけど、フローが、オルディーネ、透明なオルディーネに乗ってて、で、団長さんも、何色だったっけ、紫だっけ、赤だっけ、乗ってたじゃん。で、
さらにね、おズボンさんなんですけど、あのオープニングをよく見てみると、なんか背景にすごい大きい目をした何かしらの前に立ってたんですよ。からおズボンさんは何かしら何かのあれなんかなと思って、だから3人の生き返った理由っていうやり方っていうが一緒なんじゃないかなと思っていうのをちょっと思ってます。近郊の、あー1年半か。気になるものは気になる。まあね、あ、そうなんだ。ね、すっかり話し込んじゃった。私もめっちゃ話しちゃったし、戦いたくなってきた。あんちゃんとあんちゃんとの掛け合いを聞きたい。相変わらずエンブレム、自然のバレスタイン、マイルマイルマイルです。聞くだ、クセだ、うん、もらったわ。かっこいい。私の番だね。はあ、今だ。うん、ダッシュしちゃっていいかな。私の番ね。吸引、切り刻め。あ、リンプン混乱しない。大丈夫？俺の番だな。なかなか難しいなこれ。うなれ。すごい静かに陶器を燃やしてるね。マイル、はあ、どうしちゃうかな。我が道を行く、ただそれだけさ。お、変わってないね。おやすみ子猫ちゃんたち聞きたいな。一作でおやすみ子猫ちゃんたちを二人の人が言ってるっていう感じになるね。オリビエがね、二章で言ってたから。で、あれ合ってるよね。え、本当にこっち、あ、ラクエルに行くんか。そうだったわそこの勘違いでした。はい、なるほどね。あ、ちょっと待って。はい、とりあえず倒す。間違えた。私の番だね。はい、はぁ、任せなさい。ほい、なるがみ、あ、そっちか。これはおまけよ。マイル、うん、セイクセイ、我が道を行く、ただそれだけさ。はい、ちょっと一旦止めます。何を言いかけたのか忘れたわで、イラストこんな感じですね。エスクラの絵、エスクラ使いたいエスクラあるんかな。ちょっと待って、データあるな。ドラクナハザードとローザンナイトニング、ローザンナイトニングだったっけ。どうしよう。こん、いや、あんちゃんは今回限りなんかな。どうなんだろう。はい、というわけで今回のパートはここまでです。次回結構戦いたい一応。はい、ありがとうございました。